車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリストを通じパフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車を紹介したいと思います。紹介してくれるのは井村さんです。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車はこちらなんですけれども、はい、先にポイントをいいですか。はい。今回のポイント、なかなか個性的なカスタマイズ、個性的じゃないカスタマイズが、まあ、名古屋店の場合あんまりないと思うんですけど結構個性的なカスタマイズだなって個人的に思う、個性を出さなきゃ意味がないと、はい、そして車が、まあ、463なんですけど、はい、めちゃくちゃ珍しいということで、はい、その2点がポイントになってくるかなと。でまずその個性的なカスタマイズのところでオーナー様に少し触れていきたいんですけども、はい、オーナー様っていうのがなんか服飾関係、アパレル関係、ファッション関係って感じです、はい、これってなんかめちゃくちゃ重要だと思うんですよね。そう、やっぱりそのこの、まあ、僕はねオーナー様と直接お話をして、この方の雰囲気が、この人がこの車から降りてきたらっていう部分までこう想像できるんで、まあ、そこがやっぱりいやかっこいいなみたいな。毎回説明しますよ、それこれ誰もう車の評価、別にそのオーナー様って関係なくないですかって、もう以前もコメントいただいたんですけど、これどんな車にどんなオーナー様が乗ってるかってすごい重要だと思うんですよ。すごいかっこいいのよこの人で。最近話題のところでつながりで言えば、あの223のベージュの車、バージルアブローが、はい、ボディもベージュでホイールもベージュ、うん、あれが全然知らないこう第三者が乗ってたりとか、デザインしましたって言ったらピンとこないじゃないですか。でそれが例えばすごく有名な方とかデザインセンスがすごくある方が乗ってると、うん、あそういうことねってなるじゃないですか、うん、もうちょっと前で言ったらカニエ・ウエストが乗ってたそのウルスとかもそうですし、だそこってすごく重要だと思う。そう、成立するしない問題ね、はい、なんで、まあ、そういうオーナー様が乗られてる車っていうのを事前情報として覚えておいていただけると、はい、あなるほどね、多分なると思いますので、この後紹介したいと思います、はい、そして車が今回463なんですけど、はい、これめちゃくちゃ珍しいんですよね。です。なんと普通の G クラスじゃなく、はい、G65 ということで、はい、12気筒です。これなかなかないっすよね。なかなかないし、多分僕らスタッフの中でもその G65 っていう車をこう目の当たりにするタイミングって全員が全員あるわけじゃないと思うんで。ですよね、うん、街でも相当見かけないっすよね。まあ多分気づかないっていうのもあるかもしれないけどね。で最近なんか12の評価がこうさらにこう上がってきてる気がするんですよ。この辺の S もそうだし、なんかこうすごい珍しいの乗ってますねから、ちょっとこう憧れのこう、うん、存在になりつつありません、ね、最近特に、うん、そうだから結局買いたくても買えない、もうでやっぱ欲しくてもなかなか出てこないっていうのがあるんで、そのタイミングとかね、その手に入れたいけどできないみたいな部分がすごくこう強いんじゃないかなと。でオーナーさんずっと乗られてるんですか。新車から乗ってます、はい、ということでもうずっと乗られてるこちらの車、はい、でそんな貴重な車なんですけども、はい、なかなかこれあのいろいろ触ってますね。そう、もう6号っていうところがわからな い, っていう確かに。ただあのボンド名古屋でカスタマイズさせていただく前に、そうです、他店でいろいろカスタマイズしてるってことで、はい、まあ、目立つ部分で言うとこれ色がもうそもそもラッピングで、うん、ラッピングで変えてあるんですよね、はい、これ紺色のソリッドなんですか、ね、そうです。で、あと各部ペイントもしてあるんですか。そうね、ウインカーとかバッチ、この辺も黒くなってますね。もともと6号って言ったらメッキグリルなんで、そっか、この網が全部メッキだったのを、はい、まあ黒く、黒くなってもうご入庫いただいた時に黒くしてるということで、ここ6号で残したいとこじゃないですかね。いやでもやっぱり6号感はできる、まあ、メッキは消したいっていうのはすごくわかる、うん、なるほど、すごくわかるということで、もうこの辺が事前に触ってあると、うん、でさらにここだけじゃないんですよね、はい、なんとこれヘッドライト、はい、結構見たことないのついてるなと思ったら、これマンソリーのヘッドライト、はい、あのグロノスとかが確か装着してたやつですね。こちらのマンソリーのヘッドライト、はい、これ LED が下に入れてあるんですよね、うん、だからこれ型から起こして作ってるヘッドライトってことですよね。そう、中身を全部移植、はあ、純正のヘッドライトのバラストとかパーツを全部外して、はい、でこのレンズに全部移植してつける。あ、そうなんですか。そう、うちの東京店の時も何回かやったことがあるんだけど。あ、そうなんすか。え、じゃあこれ中身純正なんですか。中身純正、側だけマンソリー。側だけマンソリー。あ、そうなんですか。これもなんか最近貴重な存在になりそうな感じがしますけども、うん、このヘッドライトもついてる。そしてあと6号だとなんかこの辺が463でしたっけ。これはエディション463の G65 なんで、
アンダーガードが純正で。なるほど、この辺なんかもついてるということで、はい、でもあんまり分かんないですね、6号って。特に僕ってあんまり、僕いや、まず分からないよね、6号の知識がないんで、うん、なおさらなんかもうカスタマイズされてると街ですれ違っても、あ、6号ってならない、うん、はい、こんなシルエットになってると。そしてこんなお車に装着させていただいたホイールが、はい、皆さん、あの、心の準備はいいですか？はい、もう、あの、想像されている方もいらっしゃると思うんですけども、はい、こちらです。はい、はい、ですね、はい、ディッシュ何回目ですか？いや、もうこれしかない、これしかない、これしかない。あの、ゲレンデってもう終わらないコンテンツでもありますけども、はい、ありとあらゆることを今までさせていただいたじゃないですか。はいはいはい、もうそれこそこうシャキーンというホイール履いたし、 SUV のゴツゴツしたタイヤとかホイールとかも履いたじゃないですか。そこでまだあったんですね。ありました。ということで今回装着したのがこの AL13 のこのディッシュのホイール、はい、 C00109R のリオブロック2ピース。これ今回何にもこうデザインされてないと言っていいのか手が入っていない、されてるよ、はい、こちらのホイール、これだから、はい、いろいろパターンあるんですね。掘ってあるのと、はい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 、インサート入れないと多分何も伝わらない。そもそも今までカリナーに入れた3ピースや、はい、アウターリムがあって、はい、センターディスクがあってインナーリムの3ピース、はい、で今回はデュオブロックなんで2ピース、内側と外側の2ピー ピースで、ここに本来ピアスが あるんですか。本当はブラインドにしちゃったんで、まあ、何も見えない。でもはやワンピースでよかったんじゃないかな。ワンピースですね。これはなんか意図があってそうなってるんですか？いや、その2ピースの方がやっぱりその根茎部ができるっていう部分があるので、今回は2ピースを選んでこう中にグイッと、もう真っ平らの、はい、お皿のホイール、はい、まさにディッシュのホイールを装着してると、はい、でこれもうで、ちょっとコメントに困るんですけどでもこの辺とかは、はい、やっぱりこうちゃんとくぼんでて、そう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 、落とし込み、もう新しすぎてもはやこれは僕では評価ができないです。いや、今例えば、まあ、うちのフロントのスタッフもそうだけど、今じゃあ前方の G クラスにホイール入れたいんですよっていう相談をされた時に結構提案困ると思う。確かにそれは言えてるかもしれないです。じゃあ普通には 2P の根茎部の、はいはい、メッシュ入れても、はい、まあもちろんかっこいいけど、はい、やってますしね。そう、はい、今やることなのかという、はい、そしてもう定番が増えすぎたと思う。そう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 、もうあらゆることをもう今までいろんな方がされてきたじゃないですか。新しいものってなかなかないですよ。なかなかない。でそこに来てこれ、そうで、しかもベースが G65 っていうね。確かに前の方ではあるけどスペシャルな G クラスにこのホイールを持ってくるっていうのがやっぱりこの全体的なセンスだったりこう雰囲気だったりっていうところに影響するんじゃないか。確かに珍しい車だとなかなか冒険しようと思わないですよね、うん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 、定番な方がまあ間違いないかなっていう、はいはいはい、この車でこのオイルを履くっていうのはすごい遊んでるなっていう感じが。そうそう、多分二度見されるもんね。確かに、うん、え、どういうことということでこちらのホイール、はい、そしてフィニッシュも逆に遊ばないんですよ、はい、遊ばないです。真っ黒ということで、はい、これサテンなんですか？うん、サテンブラックです。ということで、はい、一色の、はいはい、センターキャップも一緒ですもんね。一色です。ということで全部真っ黒のホイール、はい、そしてこの点のホイール重要だと思うのは、うん、タイヤ重要だと思うんですよ。ここを厚く見せるのか薄く見せるのか、うん、もしくはこう寝かせるのか立たせるのか、うんはい、でだいぶイメージ違うなと。違いますね。で今回はあえてのこのコンチのスポコン6、その丸いもうなんか丸させたかったっていう。これ横から見ていただくと分かるんですか、ここがすごいラウンドしてる、すごい丸い、そんな感じのシルエットになってる、はい、でサイズの方が295-35-23ということで、はい、これじゃあ他の選択肢はもう今さんの中ではない。いや最初ねアドバンスポーツの V107 の305-35-23を入れようかなと思った。そうするとだいぶこう角が立つ。そう立つ、はい、いやー違うなと思って、はい、急遽取り直しをして。え、マジっすか急遽取り直しをして、はい、こっちにタイヤを見てからもう一回考え直して、うん、やっぱちげなみたいなということでタイヤを変えてここ丸いデザインのになってる、はい、はい、なってます。これはないですね。これはなかなかない、はい、あの6号じゃなくてもないです。キャリパーも全く見えないですね、はい、確かに。そして車高も今回少し下がってる、ね、はい、下げました。これも一回ホイールを剥いてみてからどうするかっていう感じが僕の中で結構多くて、その第一印象のパッと見のフィーリングでうーんって思ったらやっぱりやりたいし、なるほど、
いいじゃんと思えばそのままでもいいし、まあ、もちろんいろいろ経験もあるしシミュレーションもするんですけど、うん、やっぱり全体的に車の雰囲気を見てから微調整するということで、もともとなんかちょっとこの G65 っていう車がケツ下がりに見えたのね、はあ、その全体的なシルエットは。なので余計にちょっと違うなと思って、はあ、急遽浦和店でオリジナルの足回りをやってたのでそのダウンスプリングを送ってもらってつけました。あ、そうなんですか、うん、じゃあその専用のものが入って少しだけロールダウンしてあるということで、はい、30mm ぐらい下がってるかな。なるほど、うん、そして今回のお車なんですけども、はい、これラッピングしたんですけどボディカラーはこの色なんですね。そう、マグネナイトブラック、マットのブラックでなってる、はい、でここだけ残してツートンっぽくしてある。そうです、前後バンパーとオーバーフェンダーを残してあとはラッピングし、 あとミラーか、あ、ここも残ってるということで、はい、いいっすねゲレンデなんかこう簡単にラッピングでツートンにできて、うんうん、そしてこれ最終だとこれがカーボンなんでしたっけ。そう、最終年式は G63 と G65 はカーボンのトリム。あの全然知識がないんでどこがいじってあるのかいじってないのかもわからないです。そしてこれステップとかもこれもともと黒くなってましたということでかなりもう手が入ってる車の今回カスタマイズさせていただいたと、うん、はい、そして後ろも、はい、これ同じように見えるんですけど、はい、これ同じなんですか。サイズはちょっと違うんですが、はい、おそらくフェイスは一緒かなと。なるほど、うん、あ、じゃあリアも295353の投資でタイヤ自体は履いてると。あのとんでもない車なのに、うん、なんかちょっとおもちゃ感というか、そう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 、はい、かわいいかわいい感じしますよね、うんうん、もうもっとなんかどうだっていうホイールとか、うん、はい、もうキラキラしたのでもなんか似合っちゃいそうな感じしますけど、はい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 、そこをあえて今回こちらにしてあると。あとなんと今回はもう名古屋が一番変えてるじゃないですか。そう、名古屋で、まあ、私、はい、飯間さんが多分一番変えてる、はい、このスケスケのガラスということで、はいはい、これってあの全然 G65 とかでも関係なく、関係なく350とかでも63でも全部いけちゃうんですか。はい、これざっくり費用的にはどのぐらいかかるんですか。ふわーっとでいって40万ぐらい。あ、そのぐらいできちゃうんですか。なるほど、まあ、もちろん純正部品を使うのでガラスの金額が変わってくる可能性があるけど、まあ、大体それぐらい。あ、そうなんですか、うん、ただこっちってこうガラス屋さんを呼んで脱着になるんですよね。そうそう、ガラス屋さんを呼んでごめん変えてもらう感じ。なんでその辺気になる方がいらっしゃればもう全然シルエット違いますね。全然違います。で特にこの辺の車って中結構かっこよかったりするじゃないですか、はいはい、でしかもこれ限定車だということで、うん、内装もちょっと今回そのまま見ちゃいましょうか、はい、なんかこの普通のパンチングのダイヤモンドステッチのレザーかと思いきや、うん、なんかカーボンになってるんですか。そう、サイドの部分がカーボンになっていて、でヘッドレストにエンボスが入ってる。入ってる。これかっこいいっすね。これむちゃくちゃかっこいい。これをなんかずっと乗ってて、うん、遊んでるってなかなかできない、ね、なか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 できないし、車もないし、これからやろうと思ってもできない。そう、やりたいって思ってもできないっていう。それがなんかこの最初に出たオーナー様のちょっとそのファッション関係というかおしゃれなところに精通してるのかな、はいはい、とすごいつながるなっていうのをすごい感じます。すごいかっこいい。続いてせっかくなんで、せっかくなんでっていうか僕が個人的に聞きたいだけなんですけども、 V12 サウンドのゲレンデの音を聞いてみたいと思います。お願いします。ありがとうございます。さあ続いてエンジンルームを、はい、これもあの僕が見たいだけですこれってなんか もちろん V12 がこれ入ってるんですけど、はい、すごいギッチギチっすね。ギッチギチだよね。こんなにギチギチなんですね、やっぱりね。だって40年50年前の設計のところに、そう、もう結局骨組み79年、はい、1979年からないんで、 そうですよね、そこにこう無理やり。だからもう最初設計した時はまさか最終的に12が乗るなんて誰も思いもしない。誰も思わない。でこれなんか微妙に曲がってるらしいですよね。ああそうね、うん、そうしないと入らないってことなんですよ。はいはいはい、そうだ。ということでこれドセンターから見ると分かるんですけど、うん、もう少しこう曲がってるというとてつもないのが積まれております。じゃあ最後になりますけども、はい、いやもうめちゃくちゃいい音してましたね。いやもうセルの音がね、シュルシュルシュルっていう12気筒は本当セルの音がやばい。あの音ってないっすね。ないない。V8 とかでもあんな音しないし、最近に至っては V8 とか積んでもクランキングの音ってしないじゃないですか、うん、そうね、そうね、うん、うんって始まるじゃないですか、うん、これってだからもう今後絶対出てこないし、出てこない。そしてそんな貴重な車なのに今回遊んでしまうということで、はい、でこれ結構このさらに前の世代の車でもいろいろ応用できるなと思ったんですよ、うん、はい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 。例えば旧車で、うん、なんかもう旧車って言ったらよりこう定番のホイールだったりだとか、うん、なんかノーマルホイールがこう
偉いみたいな空気あるじゃないですか、うんうんうん、そこであえてなんかこう遊んだホイールとか、はいはいはい、遊んだ仕様っていうのは特にタイヤホイールだと元に戻せるじゃないですか。なのですごいその辺はメリットあるのいいと思います。なのでじゃあいろいろできそうですね、うん、ということで、はい、国産輸入問わず、はいはい、珍しい車ご相談いただければ、はい、名古屋店で面白いことができると思いますのでぜひお問い合わせください。というわけでモンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。